あら、プロデューサーさん、来てたのね。声かけてくれたらよかったのに。いいの。確かに夢中になってたけど、ただの自主練よ。<laughs> 鼻が赤いわ。外は寒かった世の中はもう、春のムードだけど、夜はまだまだ冷えるもの。風、ひかないでね。私は、 そうね。いつにも増して熱が入ってるのは事実かな。現代ファンタジーの映画化ってファンとしては不安もあるじゃないだからこそ極限まで映画の世界に入り込みたいの。特にクライマックスのライブシーンはダンスでも見せたいから、レッスンも増やして、なんて、真面目に語りすぎたかな。 自主練もおしゃべりも今日はここまでにするわ。それとも、もっと先の裏まで知りたいだーめ。メイキングより先に私という本編を見せたいの。裏側を知るのは、それからでも遅くないでしょさて、ここに来たってことは、何かのお誘いなら、 返事は OK。事前情報もいらない。プロデューサーさんプレゼンツ。期待してるわ。プロデューサーさん、どこ見てるのああ、足が見えすぎちゃった。心配いらないわ。ちゃんと下に履いてるもの。 ちょっと期待した。なんて、少しは動揺してくれないと面白くないわ。もし慣れちゃったなら違う戦略も考えないとね。<laughs> 悪巧みはこの辺にして。お言葉に甘えて足湯を堪能させてもらうわね。<laughs> 気持ちいい。 張り詰めてた体がほどけていくみたい。疲れは持ち越さない主義だけど、知らず知らずのうちに溜まってたのかも。それを察してここに連れてくるなんて。やっぱり私の裏の裏まで見抜かれてるのかしらあなたのその瞳に。<laughs> 教えてくれた功能、本当だったみたい。 だってほら、もう顔が赤くなってる。あなたも私も。なんてね。温まったら、他のところも行きたいな。チェックしてるんでしょ私の好きそうなところ。どこだって付き合うわ。それこそ、裏の裏まで。